ふわぁ、気持ちのいい朝だ。霊夢。うん？霊夢いつまで寝てるんだ。え？この、が、なんてこと言うんだ。気が狂ったのか？5本。今回はそんな映画を紹介するぜ。ふざけんなぁ。フルメタルジャケット、スタンリー・キューブリック監督によって制作された作品だぜ。マリサが私に、あんなことを言うなんて。舞台はベトナム戦争時のアメリカ合衆国だ。サウスカロライナ州の一角に、海兵隊を育成する訓練キャンプがあったんだ。ベトナム戦争って、いつ頃なの？1954年の戦争だぜ。そして戦争は20年も続くことになるんだ。長っ。そんな訓練キャンプには、今年も数多くの新人が入ってくる。そしてそんな新兵を訓練するのに抜擢されたのが、鬼教官ハートマンだった。こういう訓練、なんか興味あるー。何言ってんだ？訓練なんて生優しいものじゃない。本作はそんな訓練の過酷さを書いた作品なんだぜ。そうなのか。ハートマンは新兵たちをベッドの前に立たせて、一人一人ののしり、あだ名をつけていく。黒人の新兵にはスノーボール、強盗行った新兵にはジョーカー、そして動きがトロイデブには微笑みデブなんかだ。マリサもデブって言ってんじゃん。そして今回の物語の主人公は、このジョーカーなんだ。ジョーカーってあだ名、なんかかっこいいじゃん。バカ言うなよ。鬼軍曹ハートマンは、とにかくこのののしり方が半端ない。聞いている方の心が痛くなるようなののしり方をするんだぜ。例えば？ここでは言えないようなことばかりなんだ。新兵本人のことはもちろんだが、その新兵の両親のこと、そしてその両親の夜の営みなんかのことも存分にいじってくるんだ。最悪や。さらにはそれぞれが持つ銃と一緒に寝ること、そして銃に女の子の名前をつけて、愛撫するように言ってくる。だいぶクレイジーだね。そんな海兵隊は毎日毎日、訓練と罵声でしごかれるんだけど、とにかく微笑みデブ、ローレンスの出来が悪かった。可愛いデブなんだけどな。動きがただただトロいだけで、人一倍ハートマンになじられる。そんな日々が続く。一体どんだけ罵られたんだ？ある日は懸垂ができないと罵られ、ある日は柵を越えられないと罵られ、銃を抱える方の訓練でも、一人目立つ動きをして罵られる。そんな彼は、皆が行進の訓練をしている最中に、一人ズボンを下げられ、赤ちゃんの指をしゃぶるポーズをさせられて、後ろから行進についていくんだ。えっぷい、こういうのいじめって言うんだよ。ある日、あまりにローレンスが皆についていけないため、教育係が決められる。それこそがジョーカーだ。優しくしてあげてね。ジョーカーはとても優しかった。銃の組み立て方や靴紐の結び方を、一つ一つ丁寧に指導する。いつしかローレンスは、前よりは遅れを取らないようになるんだ。右前にいるのが？そう、彼がローレンスだ。全然変わった。それでも、ハートマンはまだまだ鬼なんだけどな。ある日、皆が就寝前に爪のチェックをされている時、ローレンスの荷物入れにだけ鍵がかかっていないことに、ハートマンは気がつく。そして荷物箱をひっくり返されて、皆の前で荷物を改める。鍵くらいかけとけよローレンス。荷物入れの奥から出てきたのはなんと、新品のドーナツだ。ドーナツ？ハートマンは、ここが飲食禁止であることを指摘すると、とんでもないことを言い出す。今度はどんな罵声だよ。このデブがダメなのは、貴様らが注意しなかったからだ。これからはデブがバカをやっても罰しない。貴様らを罰する。そうしてハートマンは、ローレンス以外の全員に腕立て伏せを命じる。ローレンスには、口にドーナツを突っ込んで、奴らに感謝してじっくり味わえと言うんだ。状況がカオスすぎるでしょ。私がローレンスの立場なら、鳥肌ものなんだよ。だんだんと良くはなってはいるけど、やっぱりローレンスはだらしなかった。毎朝の軍服の着付けも、ジョーカーにやってもらっていたんだ。マジ？それは想像以上だね。ローレンスはジョーカーに、俺は何をやってもダメだ、助けがいる、とつぶやく。それに対してジョーカーは、助けてるさ、必死で、と返す。これは返す言葉もない。そして夜、ついに皆は限界を迎えてしまうんだ。限界？夜寝静まった頃、皆でローレンスを袋叩きにするんだ。そして、ジョーカーも戸惑いながらも、最後はローレンスに一撃を加える。まあ、気持ちはわかるよ。それでも、泣き叫ぶローレンスの声を聞いて、ジョーカーは耳を塞ぐんだ。ほんといいやつだよ、ジョーカー。しかし、その日を境にローレンスは狂い始めることになる。狂う？ローレンスはいつの間にか、銃と話すようになっていた。銃にシャーリーンという名前をつけて、愛撫するようにメンテナンスする。そして、狙撃の才能を着々と開花させていくんだ。すごいじゃんローレンス。厳しかったハートマンも、これには正直に褒めたたえる。我が愛する軍隊の特級車種に選んでもいい、とも言う。あのハートマンが、アメとムチうますぎるんだが。その後も、ハートマンの過酷な訓練に耐えつつも、皆は成長していく。そしてついに卒業式を迎えるんだ。ローレンスも？もちろんだ。やったー。多くの仲間が歩兵隊へと配属される中、ジョーカーだけは情報部隊への配属が決まる。なんかかっこいいなー。って、ローレンスは？ローレンスも無事に歩兵隊に決まるぜ。おお。しかし、遅かった。
ローレンスは、すでに狂ってしまっていたんだ。何か悪い予感が。みんなで過ごす最後の夜、深夜の見回り当番のジョーカーはトイレへと行く。すると、ギラついた目でローレンスが便座に座っている。しかも片手には、愛獣シャーリーンを抱えてた。この目、完全に言ってんな。弾を詰めようとしているローレンスに、ジョーカーは一つの質問をするんだ。それは実弾か？するとローレンスはニタニタ笑いながら答えるんだ。7.62mm弾。フル、メタル、ジャケット。ローレンスは唐突に大声で、訓練の構えを叫び始める。もちろん寝ている全員が起きて、ハートマンもトイレに駆けつけてくる。え？もしかして、ハートマンはいつも通りの荒々しい口ぶりでローレンスに詰め寄る。そしてローレンスは、躊躇なくハートマンに発砲するんだ。やっぱりやっちゃうのね。次にローレンスはジョーカーに銃を向ける。ジョーカーもローレンスの行動に冷や汗をかく。が、ローレンスは撃たなかったんだ。よかった、よかった。次の瞬間、自分の口に発砲してローレンスは自害するんだ。そして時が経ち、その時の訓練兵は、立派な海兵隊へと育っていた。いきなり？ああ、いきなり話が飛ぶんだ。この物語は前編、後編の2部編成で、ここからが後編だ。主人公はもちろんジョーカー。ジョーカーは相棒でカメラマンのラフターマンと共に、報道部隊の仕事をしていた。なんか、人は無関係そうな仕事なんだね。そうなんだ。でも、前線に駆り出されない彼らは、退屈もしていた。毎日がお偉いさんの握手を取る日々だったんだ。それ、すごく贅沢な悩みなんだよね。確かにな。報道の仕事もぶっちゃけ、これといった大きな事件は起きない。兵士が撃った撃たれたの繰り返しだ。そんな上官はたびたび、報道の捏造をジョーカーに指示して、この戦争は人気がないからな、なんてつぶやくんだ。戦争に人気とか、エンタメじゃないんだから。そんなある日、ジョーカーはジャニュアリー隊という荒くれ者の集まる部隊に取材に飛ぶことになる。それにはもちろんラフターマンもついていく。彼らは取材を行うんだけど、部隊の人間は、武器を持たない農民たちを空から一方的に撃ち殺す遊びを二人に見せる。ジョーカーが、女子供もやったのか？と質問すると、動きが呪いからなと、笑って見せるようなやつだった。味方だけども、クソ野郎すぎるでしょ。隊員に会うと、彼はジョーカーのつけている平和を象徴とするピンバッジに目をやる。そして頭には、生来必殺と書かれたヘルメットを乗せている。隊員はそんなジョーカーのふざけた軍服に突っ込んだ。ジョーカー、そんなヤバいファッションしてたの？なんで？ジョーカーは、人間の二面性を象徴するシンボルとしてつけていると語るんだ。あ、これってもしかして？そう、死んだローレンスのことを思ってつけたんだろうな。舞台の内側へと入っていくと、そこで訓練兵時代に一緒にしごかれた同期、カウボーイと再会する。そしてジョーカーは、前線で戦う者たちからの洗礼を受けることになる。これ、隣の人。そう、死んでるぜ。二人は残酷でリアルすぎる非日常に恐怖するとともに、ワクワクもしていた。そしてラフターマンはこんな写真たちをカメラへと収めていく。さらに、ジョーカーとラフターマンを率いた部隊は戦場へと繰り出す。もちろんそこでは、本物の戦争が繰り広げられる。仲間たちもポツラポツラと死んでいく中、そんな皆の姿を、震えながらラフターマンはカメラに収める。今までどれだけ温室で育ってきたかがよくわかるな。暇ができればベトナム人の娼婦を買って、束の間の余暇を楽しむ。そして戦場に出ていく。そんな生活をジョーカーとラフターマンは必死で取材していた。本物の戦場、いろいろとすごいところなんだよ。戦闘を続ける中で、隊長はもう二人も入れ替わっていた。そして次に隊長になったのがカウボーイだ。前の隊長はもしかして、そう、二人とも死んでいった。新しいリーダーカウボーイは、不慣れながらも頑張ってやっていた。そんな時、仲間の一人が狙撃兵に殺されてしまう。そしてもう一人、また一人。え？どういうこと？敵にものすごい腕のスナイパーがいたんだ。そしてスナイパーは、カウボーイも殺す。部隊全滅するじゃん。多大な犠牲を払いながらも、仲間の強行策でジョーカーたちは狙撃兵の元へたどり着く。その狙撃兵の正体は、なんと、小さな女の子だったんだ。マジ？ああ、女の子は拙い英語で、私を撃ってとつぶやく。友人のカウボーイを奪われたジョーカーは、怒りと情けの間で葛藤する。なんせ温室育ちの彼は、人は辞めたことさえなかったんだ。その初めてが小さな女の子って、私は無理なんだよ。そしてジョーカーは、初めて自分の手で人の命を奪う。そして部隊は栄光の帰還をする。焼け果て、さら地になった帰り道で、ジョーカーは言う。俺は、地獄にいる、それでもこうして生きている。これで終わりだ。〇〇ってのは？ここでは言えない汚い言葉だ。なるほど。にしても、前半と後半で本当に違う物語なんだね。ああ、この不可思議な構成についてを、ここからは話していくぜ。本作のメインストーリーにおいて、作中を通してベトナム戦争が描かれることになるんだけど、他の作品ではあまり見ない、映画の構成が採用されている。二部構成ってことかな？そうだ。本作は完全なる二部構成の映画なんだ。
映画の前半パートでは海兵隊員になるための訓練が描かれている。実はこの前半、これといった主人公は指定されていないような形で各々の活躍が描かれる作風となるんだ。そうだったの？まあ、それでもジョーカーとレナードの経路は強い。しかしその映画の後半パート、主人公として中心に立つ人物は明確にジョーカーだった。前半パートに出てきた仲間に会いに行くシーンや、その訓練経験が伏線となって後半に生きてくる描写は、斬新な手法でなかなか楽しめる要素となっただろうな。難しい伏線なんかはなかったけどね。そうだな。しかしながら、前半パートでメインとして動いていたローレンスは、死んでしまってから一切出てくることがないのも面白い。かろうじて彼の存在を匂わすのが、胸につけた平和のバッジとヘルメットの文字のシーンだけだったんだ。ここからは、軍人でありながら情報部隊への配属となった、ジョーカーを主人公に描く後半パートの話だ。ここでも別の形で、ジョーカーの心理が描かれることとなるぜ。本当に、全く違う物語だったよね。ああ、情報部隊に配属となったジョーカーは、当たり前のように人を殺したことがなく、普段はメディア関連の情報収集を仕事としていた。しかしながら、あまりに平和すぎる空間で、まず一つ目の狂気が顔を覗き始める。それが、刺激が欲しいという欲求だ。ああ、なんとなくわかるかも。彼は自ら望んで現場に赴き、リアルな兵士の殺戮を取材することとなるが、人本来の闘争本能を刺激させる欲求が、ここでは描かれることとなるぜ。ジョーカーと同行していたカメラマンのラクターマンが、ジョーカーとの会話の際に、戦場に赴いてみたいという欲求を漏らす。そのことからも、二人の環境による心境の変化が、よく反映されているのがわかるだろう。これ、狂気に染まるローレンスに似てない？確かにそういう見方もできるな。これが視覚的には表せられない伏線だったのかもしれないよな。さっきはジョーカーとラクターマンの二人に、心境の変化があったと言ったろ？うんうん、無事？に戦場での取材を担当した二人はここで、二度目の心境の変化を迎えることとなるんだ。二度目？そう、二人が飛び込んだ戦場での狂気は、まさに、次々と人が死んでいく狂気だろう。次々と兵隊を殺していくアメリカ軍人たちの取材をするにつれて、人を殺す極限状態が、日常と化していく環境での心理描写がされるんだ。確かに、舞台からしてみれば、これが日常の風景だからな。飛行機の上から、虫を殺すように女、子供を射殺する兵隊の取材のシーンなんかだと、彼が楽しんで、殺しをしている姿を取材することとなる。彼の心理状況こそが、本作後半パートでの極限状態に染まった、心理のテーマを代弁する存在となっている。確かに。そしてラストシーン、ついにジョーカーは自らの手で、敵軍の少女を銃殺することとなる。自身の手で、人すら殺したこともなかったジョーカーだったけど、その一人目が少女、であったにもかかわらず、やってのけてしまう心理変化には衝撃を受ける。なるほど、私も戦場に出たらこうなるのかな。皮肉なことに、後半パートすべてを通して、主人公であるジョーカーの胸には、ピースマークの缶バッジが常に着用されている。こんな演出も相まって、狂気をより鮮明に引き立てている演出となっていたんだ。これもこの映画の大きな面白要素なんだけど、キューブリック作品の共通する条件として、狂気が描かれるとともに、汚い言葉や描写がとても多い。いやいや、ほんとよ。本作フルメタルジャケットでは、鬼軍曹のハートマンが訓練兵に向かって投げかける罵倒のセリフが、とにかく汚く、刺激的で、これが非常にキューブリック監督らしい演出でもある。どんなセリフなのか気になっちゃうんだよー。まあ、ここだと確実に言うことができないような18禁ワードが乱立されていて、本作の翻訳や字幕、日本語音声を担った人々は大変な作業だっただろうな。マリサの着眼点がすごいよ。セリフの内容に関して言えるのは、エロ漫画でしか聞いたことないセリフ、ってことくらいだな。そりゃ言えないか。また、同じキューブリック作品の、時計仕掛けのオレンジなんかでも、刺激的な描写は展開されていて、アメリカでは R 指定を超える、X 指定という制約が課せられるほどの作品となっているんだ。どうだった？戦争映画って聞くと、なんか渋いイメージなんだけど、思ったより楽しめそうな作品だよね。おう、今回映画のセリフの内容とか、さっきの時計仕掛けのオレンジなんかも、Amazon プライムにあるから、興味があったら見てみるんだぜ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。